本日は水野から出た新しいサッカースパイク、モナルシーダーネオ2エリート、こちらの紹介解説をしていこうと思います。基本的に前作ジャパンモデルからそんなに大きく変わってないので、今回は水野の同じサッカースパイクモレリアネオ3と比較しながら紹介していこうと思います。一応モレリアネオ3の弟分として登場しているのがモナルシーダなんですけども、今作も非常にいい仕上がりとなってますので、どこがどう違うのかといったところ、少し見ていったらいいかなと思います。まず基本的なところサイズや幅なんですけども、サイズに関しては標準的なサイズ感かなと思います。標準か気持ち小さいぐらいのサイズ感です。足幅に関しても基本的にはレギュラー幅、広すぎず狭すぎずといった足幅の方に対応しています。重量に関しては25センチで片足 180g となってます。非常に軽いスパイクであることは間違いありません。モレリアネオ3と比べるとわずかに重いかもしれませんが、ほぼ誤差の範囲内と思っていただいていいと思います。基本的に使っている足型は同じなので、履き心地、サイズ感、幅感といったところはかなり近いサッカースパイクとなっております。まずアッパー前足部にはカンガルーレザーが採用されております。水野らしく薄くて柔らかいカンガルーレザーで、履き心地のいいカンガルーレザーとなっております。前作からの違いとしては、つま先に加工があったものがなくなりました。これによってさらに足なじみが良くなった、履き心地がよく感じられるようなものとなっております。このあたりはモレリアネオ3とほとんど同じなんですけども、微妙にモレリアネオ3の方が革の面積が本当に若干ですが多くなっております。内外というよりかはこの上側のところが少しモレリアネオ3の方が革が多いものとなってます。アッパー中足部以降にはマイクロファイバーが採用されております。こちらも薄くて柔らかいマイクロファイバーで、足にピタッとフィットするようなものとなっております。シューレースは中央に配置されてまして、シュータンは薄手で柔らかいものが採用されております。このあたりも正直モレリアネオ3と大きな違いはありません。しかし細かく見ていくと意外と違いはありまして、まずはマイクロファイバーの質感です。モレリアネオ3の方がより柔らかく仕上がっているのが特徴だと思います。このあたりは表記もある通りベアフットレザーとマイクロファイバーの違いかなと思います。シューレースに関してはほとんど変わりがないと思われますが、タン部分は変わります。より薄く柔らかく仕上がっているモレリアネオ3と、こちらも非常に柔らかいんですけども、少し上にパッドが入っていたりするものとなっているので、フィット感や蹴り心地に若干違いは出るかなと思います。あとは細かいところで言うと水野のロゴ、こちらの設計も微妙にモレリアネオ3の方が考えられているようなものとなっております。ただほとんど違いはありませんので意識しなくてもいいと思います。そして後ろですね、かかとにはヒールカウンターが採用されております。ここはモレリアネオ3と全く同じで、強度がしっかりとあってかつフィットしやすく強度をうまくコントロールしているかかととなっております。見てもらってもここのパーツは基本的に同じです。ただ履き心地、フィット感に関しては少し変わります。内側はどちらも起毛させた素材が採用されているのですが、クッションパッドの入り方であったり、後ろ側がニットなのかマイクロファイバーなのかといった違いもあります。モレリアネオ3の場合はこの履き口周りをなるべく柔らかくストレスない設計にしつつ、中のパッドがかなり主張が激しいので、ここでしっかりと押さえてしまうようなスパイクとなってます。基本的にはモナルシーダも同じなんですけども、ここまでマイクロファイバーがあるのでもう少し履き口周りが硬く感じられたり、一方でパッドに関してはモレリアネオ3ほど主張はないので、同じようにこの辺りで押さえてくれているようなものとなってます。
裏側の素材にはマイクロタフタと呼ばれる伸びにくい化繊が使われてまして、こちらはモレリアと同じような仕様となっております。基本的に中の設計も同じなのですが、インソールだけは違います。ゼログライドインソールと呼ばれる非常に滑り止めの強い中敷きが使われてます。正直この中敷きはかなり滑り止めが強いので、個人的にはあまりおすすめではありません。ちなみに今作からメイドインジャパンからベトナム製に変わったわけなんですけども、見てわかるようなクオリティの劣化というのはほとんど感じられないかなと思いました。個人的に一つだけ気になったのは、あくまで自分が購入したスパイクだけかもしれないんですけども、中敷きがこんな感じで、入っておりましたので、つま先はかなりこう折れ曲がって入っていました。まあ、使う際はね、別に伸ばして使や大体大丈夫だとは思うんですけども、メイドインジャパンだとこういうのは多分なかったのかなっていう気はします。ちなみに両足とも中敷きはあんな感じで折れ曲がってました。最後アウトソールですね。ソールの方は土、人工芝、天然芝、どこでもお使いいただける軽量で柔軟なアウトソールを採用しております。こちらは基本的にモレリアネオ3と変わったところはないと思います。円柱ベースですが、グリップ性もしっかりと担保されているソールで、非常に前側は薄くできてますので、素足のような走り心地としっかりとスパイクの保護性、安全性っていうのも確保されているソールとなってます。とにかくソールが薄い素足感覚を求める選手には非常におすすめなソールとなっていると思います。というわけで今回はミズノの最新サッカースパイク、モナルシーダネオ2エリート、こちらの解説をモレリアネオ3と少し比較しながら紹介させていただきました。基本的にモレリアに負けているところというのはほとんどありません。細かいところが気持ちモレリアの方が配慮があるというか、まあ、よりストレスをかけにくいような仕上がりになっているかなとは思うんですけども、正直モレリアネオ3をわざわざ買う必要というのはあんまりないかもしれません。それぐらいモナルシーダ今回よくできてます。履き心地としても、まあ、ほとんど変わらない。せいぜいこのかかとの感じがちょっと違うとか、気持ち細かいところが違うとか、違いとしてはせいぜいそれぐらいになりますので、ぜひモナルシーダもね、購入してみてはいかがでしょうか。モレリアネオ3は最近サッカースパイクにしては珍しく争奪戦とも思えるような在庫状況になってますので、一点ね、実用としては全く問題もないですし、なんならモレリアよりも物持ちが少しいいかもしれないぐらいのシューズになってますので、よかったらね、これを機会にモナルシーダネオ2エリートも試してみてはいかがでしょうか。というわけで本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また参考になりましたら高評価、チャンネル登録していただけると大変助かります。それではまた次回。